今日は国家資格の解説の日やね。今回も珍しい資格である菓子製造技能士をご紹介しよう。お菓子ですか？馬前やる気が出てきました。どんな資格ですか？一応国家資格で和菓子分野と洋菓子分野があるけど、今日はかっこよくパティシエを中心に語ろう。パティシエ、女の子が一度は憧れる超絶かっこいい職業じゃないですか。お菓子が好きな女性は多いよね。私はお菓子食べないから気持ちがわからんけども、とりあえず和菓子職人であろうとパティシエであろうと、この資格がなくてもなれる。え、何ですかそれ、いらないじゃないですか。そうやね、原則としていらないと思う。でも就職とかには有利になるらしいよ。そうなんですね。一応内容を教えてください。菓子製造技能士は2級と1級があって、それぞれ試験範囲も違うし、必要となる実務経験年数も違う。どれくらいの実務経験が必要なんですか？それがさ、詳細が記載してある公式サイトもなければ、厚生労働省のサイトですら適当な記載なんよ。マイナー国家資格によくある現象ですね。国が全く力を入れていない証拠です。だから詳しくは各都道府県の職業能力開発協会に問い合わせるしかない。もうやる気がなくなりました。国家資格なのに国の扱いがひどいです。国家資格の大半は天下り先を作るために作られるからな。ネットで調べてもどうやって受けに行ったらよいかもわからない資格ってやばいですよね。私の調査能力が甘いだけかもしれんから何とも言えんけど、とにかく調べにくかった。私も今ネットで検索かけてますけど、専門学校のサイトとかしか出てこないですよ。一番楽なのはそういうお菓子作りの専門学校に行って、そこのサポートを受けつつ取得することやろうね。ちゃんとした専門学校だと卒業後すぐに2級を受験できるらしいよ。それはそれで大変ですね。専門学校だってただではないですし。そうやね。しかも1級は2級を取った後2年以上実務経験が必要らしい。確かな情報は厚生労働省のサイトにも見当たらなかったから、職業能力開発協会に聞かないとわからんけど。なるほど、これはなかなか闇が深い資格ですね。過去調べた国家資格の中で一番不親切と言っても過言ではない資格やったね。そもそもパティシエってお給料高いんですか？いや、それが驚くほど低いのよ。独立している人も全然儲かっていない人が多いかな。かなり厳しい世界なんですね。飲食業はよほどうまくいっていない限り儲からないやろね。この仕事が好きじゃないと続けられないということですね。パティシエを目指す人がもしいれば、専門学校の先生か職業能力開発協会に問い合わせてみましょう。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。